歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパワシモンハゲでございます。中古クラブシダ検証ですね。今回はこちらの6番7番なんですけど、鶴屋のアクセル DIX ってやつですね。7番で24度って書いてあるじゃん。これ前の使ってた人が書いたんだね。これ6番で22度で、だいぶロートゥーで、もうユーティリティみたいな感じですね。走路幅も広くて、こういうの大好きで、なおかつシャフトがゼロス8の S でございます。これを打っていきます。6も7も変わらねえだろうな。まあ7からいってみますか。ロフト24度だって。7で24度って随分立ってんじゃん、これ。もうユーティリティでも長さはこっちタイトリストか。あれ短いの、なんで短いの。半インチまでいかないかな。0.25 ぐらい短いかな。はあ、しょ。さあ、行ってみましょう。短いの、本当に。ああ、このぐらいの重さよ。これでお願いしますよ。24度で155じゃ飛んでないよね。長さがもうちょっと欲しいな。でもヘッドも弾くし、シャフトもピーンっていってくれるし、球は上がるし、上がってなおかつ強い球が、これいいっすね。するや、これわりかし今私の通常スイング、バックスイング上げるイメージなしで、もうこれ以上距離は変わらないね。よかった、頑張った分飛んでて、はい、10ヤード飛びましたけど、こんなことやってたら体が持ちません。やばいやばい。はい、16番。すごいな、これもうアドレスして後ろ側こんだけ見えます。すごい。これユーティリティだね。これユーティリティだ。うわ、ロフト立ってんな、これ。もうちょっと長さが欲しいな。さっき155ぐらいだったから、長さがね、この7番この長さでいい。1個ずらしたね。私はもう完全に長いやつでこうやって打ちたいからね。短尺好きな人は結構多いけど、長いの好き。
長いのでちょんと打ちたい。これコースの雰囲気で打った。コースだったらこうやって打つだろうなって。これ22度だからこんなもんだね。まあ優しいクラブでした。はい。ということで、鶴屋のアクセル DIX っていうのを打ってみました。はい、6番7番6番飛んだね。7番はそんなんでもなかったけど、2度でそんな変わるかね。高々2度ぐらいで、でも本当に打ちやすくて、弾きはいいし、シャフトも S だけど全然動くし、重さも良かったですね。これのもうちょっと軽くてもうちょっと柔らかいので長く組みたいですね。私がもしこれ使うとしたら、もう非常にいいですね。打ちやすくて、で球もただ上がるだけじゃなくてしっかり前に行ってくれる球なんで、そんな風にも負けなそうだし、いいですね。鶴屋いいっす。私好き鶴屋。はい、というわけで、バテた。今回の中古クラブ試打検証は鶴屋のアイアン DIX でございました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモン激しさ、ごきげんよう。